はい、毎度ということで、今あの文化放送が大変なことになっていてですね、はい、このスタジオの横のサブにですね、テレビカメラが1、2、3、4、5台も並んでて、実はこのサブから取材陣が溢れ出して、30人ぐらいの大取材陣に、取り囲まれているで、毎回ね、氷川きよしさんがいらっしゃるときはそうなる。いや、なんだかラジオなんだかテレビなんだか全然わからなくなっている状態なんですけれども、ありがたいです。あのそんな中なんなんですけれども、はい、あの今日からキイちゃんになられたっていう噂を聞きつけて、あ、本当に何でもいいんですけど、なんか気楽に呼んでもらう方がいいかなと思って。鍵持ってきたんでこれ最初に。ああ、もういいじゃん。気にくいじゃないですか、ちっちゃいし。しかもそんなに細いペンじゃないのを持ってきて。今放送中なのにな。これ聞いてサインもあるんですよ、自分の。あ、そうなんですか。そう、そんなの一番簡単なのでいいですからね。ほら、あの鍵。はいはいはい。はい、K-I-I ってことですね。そうです、キー。大文字の K に小文字の I-I。日付も入れていいですかね。鍵持ってきた人います、今まで。いや、初めてですよ。あ、やった、これ第1号です。第1号ってもう二度と現れません。今日何日でしたっけ？13日ですね。そうですね。はい。はい。ちょっと。読みづらいかもしれないですけど。はい、ありがとうございます。ちゃんとあの、博物館に展示しようので。森永卓郎さん、著名人のサインをこう、ダジャレで集めては展示してる。わぁ、すごい。今600人超えました。え、いろんな方おられるんですか？はい。あの、例えば安倍総理とか。あ、安倍総理のもあるんですか？あります。そんななんか、親しくないですよね。もちろん。でも、信号機持ってって、安倍信号っていうのを作ったんですけど。キャメロンディアスもあるんですよ。すごい、好きです。聞いていい？あの、断られた方もいるわけですか？断られたっていうか、あの、マネージャーとかにバレると断られるので。ああ、そうなんですね。これちゃんと許可得てます？いや。あとで募集するかもしれない。実はコツはですね、マネージャーを通さないっていうのと、本番中にやるっていうのが、これ二大原則。なるほど。そうするとね、なかなか、あの、直接ご本人に会っちゃえば、あの、皆さん芸能界の方いい方なんで、嫌ですとは言わないんですけど。そうですよね。放送中だとね。そう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 。外国の方も、あの、ガイタレの、マドンナトム・クルーズに、あの、ルーズリーフにサインしてもらいました。トム・クルーズリーフですね。これは、もう、一生懸命説明したんですけど、最後まで通じませんね。キャメロンディアスは何でしょう？キャラメルにサインしてもらって。キャラメルディアスって言ったんですけど、これも全く通じなかった。え、キャラメルって英語なんですよ、でも。いや、でも、日本の思うところのダジャレってちょっと通じないんじゃないですか。いや、そうみたいですね。あの日本人中心に、うん、あのやっていこうと思うんですけれども、もう600人超えちゃったんで、はい、なかなかフロンティアがなくなって、あのちなみに倉玉さんには、はい、のりたまにさしてもらって、面白い。展示されてるんですよ、倉玉さんも。さて、こんな話をしに来たんではないかと思います。はい、はい、お電話ありがとうございます。ドリカオブリエクエストでございます。私の行きつけの名店西寄り東側でお願いします。あ、またかかっちゃった。もういい。あ、ほんと？はい、はい、よかった。はい、ありがとうございますね。ありがとうね。はい、失礼いたします。ありがとうございます。本日はお忙しい中ありがとうございます。文化放送ながらグループジョイントラジオ、昭和の名曲、平成の名曲リクエスト、トップ3ですね、発表したいんですけど、リクエスト電話&メールファックスでの投票数はなんと、1650回でございます。まずは、はい、昭和の曲からいきましょう。第3位からいきますか。はい、はい、
第3位、はい、美空ひばりさんの人生一度。あ、やっぱりね、はい、はい、はい、昭和はこちらですね。これですか、はい、人生一路はどこでしょうか。これですか、はい、これよ、はい、はい、あそこは3位かな、はい、3位は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 い、はい、第3位です、はい、昭和の3位、ここに、はい、はい、そして、第20、あ、2位、あ、票数言いません、22票しますね。あ、そうですよ、はい、はい、第2位、あ、上野駅、はい、伊沢八郎さんです。33票です。こちらです、はい、昭和の演曲第2位、はい、はい、はい、そして、私も電話を何回か取りましたけど、このリクエストをいただきました。多分皆さん方もそうですけど、第昭和の名曲、第1位でございます。75票、西城秀樹さんのヤンマ。ヤンマ、こちらです。あ、はい、じゃあヤンマさんから。はい、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 さあ、平成の曲に参りたいと思います。はい、第3位は、79票です。辰巳ゆうと君の男の純情でございます。ちょっと違う仕事。第3位、第3位。そして、第2位。はい、誰だろう。161票でございます。はい、氷川、お、清さん、大丈夫。おお、いいですね。どちらでしょう。はい、すみません、じゃん、はい、はい、それじゃあ、ロールお願いします。はい、はい、平成の第1位、はい、ですね、平成の第1位、ダララ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 ラなんか、これ自分でリクエストしたわけじゃないですよ。いや、これは相当きましたよ。わ、すごい、本当購入者ちょうど。もうね、はい、こんなに。おめでとうございます。何もないです。コメントをお願いします。名誉だけです。はい、1位のコメント。はい、1位、第2位をもうね、たくさんのリクエストいただきましたし、はい、このね、時間にお忙しい中、はい、わざわざ電話でね、リクエストしていただいて、はい、本当にありがたいですね、本当に。はい、でもあのやっぱり、まあ、今回、まあ、大丈夫と、ね、限界サバイバー選んでいただいて、もうね、先輩方それぞれ素晴らしい曲歌ってらっしゃるから、その中にこう自分を入れさせていただいて、あの選んでいただいて、本当に光栄なところでございます。そうですね、本当に、はい、2020年も、はい、はい、それぞれ あのオリジナル作品でまた頑張っていきたいですね。うん、そうですね、美しい。もう随分あの僕らもゲストの電話を取りましたけど、あ、うん、限界突破っていう感じが書けなくて。確かに、いいね。あの、トップのパンが難しい。そうですね、破れるという破れる、そうなんですよ、破れるなんですよね、破れる、破れるが、そうなんですよ。で、文化放送のもう自由の皆さん方がね、くすくす笑って、ひらがなで書いておくんですから、はい、大変申し訳ございません。最後の方はビシッと書けました。あ、本当ですか、素晴らしい。はい、はい、ありがとうございます。ね、9歳でもあの紅白歌合戦でも大変話題になりましたからね。ありがとうございます、本当に、ね、あの自分では歌ってる時様子が全然わかんないんですけど、家に帰ってあのビデオっていうんですかね、はい、周りに録画してたんですけど、見ましたら随分大変なことになってて、高いところにいたなと思って、まあ、やってる時はもう一生懸命になってスイッチが入ってやってますけど、随分こう、バーッと思ってたね。あらーっと思って。大注目でした。
やっぱ自分は人数多く取りたいなと思って、もう話途中で打ち切らせて、大変申し訳ないんですけど、切らせていただきますというふうに言って、もうなるべく多くの方のリクエストを聞いて差し上げたいなと思って、だから随分短時間の中で、多くの方のリクエストを承りまして、はい、話はしたいんだけどね、そうですよね、そう全部ね、お伺いすると、長時間になっちゃうので、申し訳ないんです、じゃあリクエストだけお伺いして、またあれしますって言って、あれします。自分だけも相当受けたでしょ。そうですね。もう皆さん、こんだけ量が入ってれば、なんかすごい恐縮です。大丈夫と受けたとか受けました。あ、受けましたね。なんか若い子ちゃんが多くて、あ、そうですか。はい。なんか最近なんか高校生なんですけど、なんか知りました。学校でしょ。いや、今日はお休みです。あ、休みですか。今日は成人です。あ、そうです。あ、成人。そうなんですよ。はい、2月4日の日に自分 の、 デビュー記念日の2日後なんですけど、まあ、20年こうやってきて、やっぱり振り返るとやっぱそこには母がいたから、母にこう伝えたいとか、やっぱ母はどんな時でもやっぱりこう自分のことをこう肯定してくれて、なんか世界を敵に回してもやっぱり私はお前に味方だって、そうい う、 こう母の思いを伝えたいなと思って、まあ、今回中西礼先生に作品をお願いして出来上がったものですけど、まあ、今回21年目のまたゼロから生まれ変わる気持ちで、自分を生きるっていう思いで、まあ、この曲を出せて、その歌詞読んだ時号泣したって感じ。号泣しましたね。もうあの明治座の去年の明治座の芝居とショーの間の時に、あの音楽担当の方から歌詞をもらって、で読んだんですけど、バーッて泣いて、これ伝えたいと思いましたね。やっぱりこう、なんていうんですかね、いい曲は多くの方に知ってもらわないといけないから。で今回、杉本正人先生、初めてオリジナルの作品でやっていただいたんですね。でも十数年前に現場でお会いして、いつか九州でやりたいねっていうふうに言ってくださったので、まあ、今回あの一緒にやるってなって、すごい素敵なメロディーを、中西先生には3年前から言ったんですか。そうなんですよ。3年前に言っていて、なかなか上がってこなくて、でそれを自分が振ったんですよ。母一文字で先生お願いしますって言ったら、難しいねって、やっぱりこうお母さんに対する思いってみんな違うから、どういう角度の作品にしようかっていうのがあって、結構中西先生も悩まれて、いろんな思いになって書いてくださって、だから随分時間が経って3年経ってこうやって表に出る作品なんて、なんか中学校1年生が中学校3年生になったって、高校でデビューみたいな、高校デビューみたいな。まあ、たったそうってことですね。そうですね、あ、自分のお母さんを思い出してやってみたんですかね。そうですね、自分はやっぱり母を思い浮かべて、もう母もやっぱり大きな病気をして、もう死にかけた時もあったんですけど、もう一つの自分の思いというか、もう一年目、1年でもうとか来てほしいって思うんで、デビュー5周年の時だったんですけども、母がいないとやっぱ歌っていけないし、母がいるから歌っているので、もちろんファンの皆さんはそうですけど、やっぱり原点は母なので、自分の時にね、やっぱり東京から、福岡に上京したので、ね、反対した。反対した。逆ですよね、本当。なんか、そんな母に、もうやっぱ年取って骨なんですよ、今。骨っていうか、骨って言ったんですか。魚じゃないですか。もう痩せすぎて、あばら骨とか骨がすごい。だんだんこう小さくね、小さくなって見えますよね。すごいでかかったんですけど。それはみんな、そうですよ。僕はやっぱり母親に家を振ってもらった時は背中大きいなって思って言ってましたよね。年取るとね、小さくなっちゃう。縮むんですか。縮むんです。縮むみたい。なんでですか。身長もなんででしょうね。小さい時母がマンモスに。みんなそうですよね。そうでしょ。なんか
でもすごいスタイルいいお母さんだよね。ありがとうございます。高くてでもだんだん母に似てきてる自分。いやもうそっくりですでしょ。しゃべり方とか、でしょ、香織ちゃんでしょ。もう本当に私お母さんに初めて会った時きよし子と喋ってるみたいだと思う。あ、本当ですか。そっくりだから、ね、そうなるよね。一覧性あれですよ。あれですね。本当にいつもね、もう結構心配してね。そうですね、して母親そうですよ。そうですね、よろしくって言われて、うんうん、みんなも大ファンです。CD もあれ喋ってる、ね、それこそ、それこそ20年経ってもまだあれとかこれとか言ってますから、ずっと言い続けてもいいんじゃない。いや、だんだんあの単語は出てこないですけど言い続けてもいいと思う。逆に普通の弟子君だもん、それが。そうですか。常脈なんか言えるなんか常脈ねんじゃん。油乗らないといけでも、でも、ね、母って言いますけど、父もすごいですね。そう。山川先輩の父で。父がいるから母がいるしね。やっぱ、ね、母がいるから父がいる。うん、母ってでも偉大ですよね。偉大だね。先ほどあの、ラジオのパーソナリティでおっしゃってたんですけど、はい、実際、20万に突破されたんですか。去年の11月18日から、3ヶ月で20万とか。あ、すごいことね。自分もあまりデータが分かんないんですけど。いや、すごいですね。ね、嬉しいですね。これからどんなことを伝えていきたいですか。なんかあんまりなんか長文があんまり好きじゃないので、なんか短文でちょっとした自分が感じたこととか、あとやっぱこうちょっとこう自分の好きな写真とか、今回ロスの写真とか、ちょっとあのロスに来たこの写真を載せたり、いろんな自分をあれしたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりね。お仕事でクリスさんの、あ、はい、あの今回ちょっと長めにもう20年やってるのでちょっと休みたいなと思って、長めにやってます。でもそう、はい、楽しかった。楽しかったですね。アメリカも好きなんですけど、やっぱりヨーロッパも好きだなと思って。なるほど、ね、でもいや好きでしょ、アメリカも。ヨーロッパのやっぱこの歴史が好きなんですよね。建物とかファッションもやっぱりヨーロッパに行って、イタリアとかに行って、ミラノに行って、ヨーロッパに行かなくて。あ、そうです、おかげさまで、はい、なんかちょっと自分の目が好きかも。はい、はい、あと山川さん、こちらを皆さん、あ、そうですね、はい、もうこれ10、何回目でしょう、12回、あ、もうそんなに大変ですけど、はい、またおかげさまで、新春豪華歌の祭典2020年ということで、2月の7日ね、熊本城ホール、はい、そして2月の11日がフェスティバルホール、大阪でございます。2月の16日が、国際フォーラムのホール A、 そして2月の21日愛知県の芸術劇場でございます。はい、あとミュートスも出ますから ね、今回はですね、ちょっとね、もうまたあの次第にね、多分来ていただくんじゃないかと思うんですけど、今回はちょっといい映像が撮れると思うんですよ。普段やらないようなことをちょっとやらせていただいてるから、まあ、そこまでしか言えません。気になりますね。気になるでしょ。はい、すごいことなんですね。ちょっと山川いたかおかしくなってきた。ぐらいで皆さんに言えました。喜んでもらおうと言ってた。もちろん歌も聴いてたんですけど、そういうちょっとね、コーナーを。セラピー見るとか。あ、言ってたね。あ、ちょっとここまで、じゃあここまでね、ここまででごめんなさい、ちょっと、まあそんな感じです。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またお時間よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。